皆さんこんにちは、めぐです。かつてはね、最初のうちは Get Ready With Me 週1でやりますって言っておりましたが、なんとなく月1恒例行事みたいになってまいりました。なるべく頻度は上げていきたいんですけど、まあそんなにね、メイクの手順も変わらないし、いつも同じような動画になっちゃってもなっていうのがすごいあってなかなか撮れてないんですけど、まあ、こうやってなんかみんな流し見してもらえればいいかなということで、本日もゲットレディウィズミやってまいります。はい、ということで、今実はちょっとカメラの不調でスキンケアやったところまで撮ってたんだけど、また撮り直しになっちゃって、実はもうスキンケア終わっちゃってるんですけど、はい、化粧水はこのシュークリームのとろみがあって、すごいすっきりした香りだし、これはね、今でもお気に入りで、ただいま2本目3本目に突入しております。朝使うことも多いですね。で、これは夜使うことが多いんですけど、クラランスダブルセラム EX の美容液、これ今塗った状態でおります。私もともとクラランスってアイクリームがすごい好きで、夜寝るときに使ってたんですけど、なんと10月から3ヶ月間クラランスダブルセラム EX のキービジュアルに、採用していただきまして、この広告をメグさんですよねみたいなコメントをたくさんいただいて、皆さん本当気づいてくださってありがとうございます。すごい嬉しいです。デパコスの広告を務めさせていただくことってすごく嬉しくって、しかも使っていたクラランさんということで、すごいね、嬉しい限りです。本当に早速ベースメイク入っていきます。今回はね、これまあもうね、大体ナチュラルメイクに仕上げたい時ってナチュラルグラッセさんがすごいいいんですよ。今日今から歯医者さんに行くだけの用事なんで、まあナチュラルに行きたいと思います。生理前になるともうブツブツがすごいんですよ、口の周りとか、あとこの今おでこにもできちゃってるんですけど、あ、でも今日今から歯医者さんに行くだけの用事なんで、まあナチュラルに行きたいと思います。これメイクアップベース&ファンデーションということでね、これ1本で仕上げちゃう人も多分いるんだと思うけど、そんなことはできないから、とりあえずベースメイクとして、ラベンダーピンクとミントグリーンがあります。まあグリーンは赤みを抑えたい方とかで、ピンクは発色を良くしたい方、ちょっと顔色悪いなって時とかもパッと明るくできるしたい方におすすめです。私は結構ベースメイクね、グリーンの色を使うことが多くって、こちらのグリーンを使っていきます。なんか喋ってるとさ、クリームとか全部ビャって出ちゃうね。かなりこんな感じでテカテカになるんですよ。そこだけ余っちゃったから、これ首元まで塗っていきたいと思います。でファンデーションもナチュラルグラッセさんを使うことも多いんですけど、やっぱりどうしても自然由来というか薄付きなんですよね。なのでちょっと今日は私の救世主ですよ、こちら高限度マイファンチーモイスチャーファンデーション、私は2番です。いつもこれ使ってるっていうツッコミがね、聞こえてきそうなんですけど、このナーズも好きで使うんですけど、これ次の Get Ready With Me でこれちょっと使ってみますね。このクッションファンデもめちゃめちゃよくって、これ今日ね、高限度とこっちどっち使うかちょっと迷ったんですけど、これはね、次回の Get Ready With Me で使いますね。はい、でこのファンデーションリキッドつけたんですけど、やっぱりちょっとね、リキッドだけだとあれなので、フェイスパウダー使います。去年のね、クリスマスコフレだったかなについてきたんですけど、あるのでこれをブラシに取って塗っていきます。まあ、2色あるんでね、なんかあの部位によって変えたりブレンドしながら使ったりしてます。これがトーンアップするのよ、フェイスパウダー塗るだけで。まあ、もともとパフもついてるんですけどね、眉毛もナチュラルグラッセパウダーで描いていきます。ご飯炊けたよ。ちょっと親子丼作りたいから、親子丼作って。親子丼、うん、OK、作れんの。はい、じゃあこのタッチオンカラーズパールのシアーブルーをちょっと使ってみたいと思います。このブルー、これね、なんかどこにでも使えるんですよ。ハイライトとしても使えるし、アイシャドウとしても使えるし、これちょっと指にとって、まずまぶた全体に乗せてみたいと思います。結構涼しげな目元に
なるのかな。俺がこっちでせっせと作り始めるわ。本当に作ってくれんの？やめ作れんの？やるん。あるよ、下に冷蔵庫の下。うん、めっちゃ可愛いこの色。このね、目元めっちゃブルーでパールでキラキラしてるっていう。今日アイメイクどうしようかなと思ってて、本当はシャネルでアイシャドウとアイライナー使おうと思ってたんですけど、ナチュラグラッセの今これとか使ったんで、それ縛りにしていこうかなって思います。これはじゃあまた次の動画で。これもねすごい可愛いんですよ。本当は秋っぽい色が4色入ってて、これは来週出します。なんでこれ、次これ、ディライトフルピンク、これ限定なんでもう今売ってるか分かんないんですけど、こんな感じの3色入ってますね。で今これアイホール全体にブルーのクリームアイシャドウ塗ったんで、まずこのね一番ピンクの部分、これでこれをブラシに取って、なんとなくまぶたの半分以上くらいかな。で下まぶたにもこの色をのせていきます。ハイライトにもできるし、アイブロウにもできるし、なんどこにでも基本的に使っていいっていうものなんですよね。だからここのピンクとかをアイブロウとして、ちゃんとチップもついてるんですよ、アイブロウとしてちょっとのせるとカラーっぽい紫っぽい色が加わって、ニュアンスっていうの、アイシャドウやってたのにアイブロウやってたよ。はい、で次はチップにこの真ん中の色取って、真ん中の色はもう本当にまぶたの上にのせる、まああれですよね、3分の1ぐらい。やだかわいい色で、この細いチップでこの紫の部分を取って、これをアイライナー代わりにしていきたいと思います。今日はうん、それで今日はアイライナー引かないって決めた。ちょっと目頭じゃない、目頭の反対ってなんだ、こっちの、はい、こんな感じでアイシャドウ塗ってみました。完成。アイメイク完成です。結構ナチュラルだけどアイラインも引いてないし、でもアイシャドウだけでちょっと何層にもね重ねて、4色か重ねたので、このアイシャドウっていう組み合わせはちょっとハマりそう。赤いのがあって、これはチークとリップ用どっちでも使えるものなんで、私は今日ちょっとチークに使ってみたいと思います。結構赤なんですよ。これを頬にのせるとどうなるかっていうと、本当に指にとって薄くポンポンってするだけ。まあ、意外とこんな感じでほんのりつく感じ、映ってるか分かんないんですけど、になります。うん、でこれじゃあちょっとせっかくなんでリップにも塗ってみますね。リップにも可愛い色、うん、ペールレッドっていう色味です。最後はちょっと光源堂さんのハイライターで、ああめっちゃ気持ちいい、柔らかいテクスチャーが鼻の上だったりとか、この C ラインだったりをスティックでね塗るとツヤ感増していいのではなかろうかと思います。まあ、今日は基本的にアイラインも引いてないですし、あんまり凝ったことはやってないので、リップを落としていこう、歯医者さんなんで。前髪早くも、もう目にかかるぐらい伸びてきた。早くない？だいたいちょっと目にかかってくるなってなったら巻くようにしてます。それまではもうそのまままっすぐバーってやっといて、はい、という感じでオメガのゲットレディウィズミー、なんか久々に撮ったら何話していいか分かんなくなって、手際も悪くてちょっと微妙だったかな。なんか今度テーマ話しながらやりたいよね。まあ、そうするとメイクに集中できないからちょっと微妙なんだけど。終わったよ、しんちゃん。ん、今千切り？何、みじんじゃないな。なんか
まあまあ、ええ感じにできてんじゃないこれ。あ、そうかもしれないけど。どう？偉いじゃん。はい、私のゲットレディウィズミは終わったんですけど、お昼ご飯担当のシエさんはどんな調子ですか？はい、はい、こんな感じで今千切りできました。果たして無事に親子丼はできるのでしょうか？ねえ、できるのかどうか。結局私がやるんかい。うん、肉多くない？すごいな。美味しいはずや。ということで結果ほとんど私が作りました。以上です。はい、ありがとうございます。見てくださってありがとうございました、うん、なんかメグ最後めっちゃ不機嫌だなと思った方はいいねお願いします。ということで以上、新メグでした。じゃあね、バイバイ。まあ、千切り？何？みじんじゃないな。なんか、まあまあ、ええ感じにできたんじゃないこれ。あ、どこどこ知らんねんけど。どう？偉いじゃん。いろんな薄さにしてる。今回歯ごたえを楽しんでもらおうと思って。いろんな薄さにしたらさ、ダメじゃん。いいよ。